ロココ様式のシェーズロング20世紀前半のシェーズロングシェーズロングとはソファの一種で背もたれに対して座面が非常に長く足や体全体も休ませることができるようなものを指す。中に詰め物やスプリングを入れ外は革張りや布張りするなどしている。アメリカ合衆国ではラウンジなどでよく使われる椅子であることからシェーズラウンジと誤って綴られることもある。 フランス語では、シェーズロングとはチョイス一般をもさし、デッキチェアのようなものも含まれる概念である。デュセーズ・ブリゼもシェーズロングの一種であるが、二つのソファにオットマンが組み合わさったような形をしており、一台のシェーズロングとして使うことも、バラバラにして二人分のソファに使うこともできる。こうしたものは18世紀後半に現れている。座面の両端に、 背もたれがあるようなシェーズロングはレカミエとも言う。また、訂正様式のソファーには、シェーズロングのソファーの長辺の片側だけに、もう一つの背もたれがある種類もある。これはメリディエンヌと呼ばれる。シェーズロング、レカミエ、メリディエンヌとも、ロココキや訂正様式以降も、現在に至るまでそれぞれの時代に合わせたデザインのものが作り続けられている。特に、 ルコルビュジエとシャルロットペリアンが1928年にデザインしたシェーズロング LC4 は有名である。ありがとうございます。